tarnished will soon return. Someone must extinguish thy flame. They will fight. And they will die. Is a champion to be born. バンダイナムコエンターテインメントからお届けする台北ゲームショーということで、本日は2022年2月25日に発売するエルデンリングについてご紹介していきます。本日の進行を務めます荒木みすずです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてご一緒いただくのはフロムソフトウェアの北尾さんです。こんにちは、フロムソフトウェアの北尾です。さあ本日の内容ですが、まずはエルデンリングの概要とその魅力を改めてお伝えします。その後アジアの皆様から事前に応募いただいたエルデンリングに対するご質問やご要望についてお答えする時間となりますので、最後まで楽しんでいただければと思います。さあということで、クローズドネットワークテストも、はい、11月に実施したやつですね。はい、反響はどうでした？そうですね、これアジアだけではないんですけど、うん、世界中からすごくたくさんのご応募いただきまして、はい、で実際にプレイいただいた方からもですね、すごく、まあ、いいフィードバックがいただけたかなと、うん、荒木さんもプレイをいただいたみたいで。そうなんです、結構な倍率だったと思うんですが。そうですね、当選して遊んだんですけれども、最初に広いフィールドに出た時、はい、ワクワク感がすごかったです。ありがとうございます。うん、で割といいフィードバックもいただいたんですけど、もちろんこうもっとこうしてほしいとか改善した方がいいよねっていう部分もたくさんフィードバックいただけましたので、はい、今それを、まあ、マスターもそうですし、いわゆるデイワンパッチですね、うん、での対応っていうところで、開発を進めているという形になってます。フロムソフトウェアのタイトル、はい、これまでのブラッドボーン、はいはいはい、ダークソウルシリーズ、そしてセキロ、アジアのファンの方の反応っていうのはどうなんですか？そうですね、それこそ前作のセキロの時ですね、にたくさんいろんなアジア地域のイベントに呼んでいただいて、で本当にこうユーザーさんが熱狂的っていうのが、なんだろう、すごく印象的でしたね。はい、あとそれまでその欧米のイベントは結構行ったことがあったんですが、初めてだったんですけど、本当にアジア地域にも我々のファンがこうすごくたくさんいるんだっていうことを知って、本当に元気をいただいたという感じですかね。嬉しかったですね。はい、ではこのエルデンリング本タイトルに対するアジアの皆様からの期待値も感じているところ。あ、そうですね、本当はね、もちろん今回もいろんな地域にイベント行きたかったんですけど、うん、やっぱりコロナの影響もあるんでこういった形になりますが、収まったらまたぜひ、遊びにというか仕事しにですけど行きたいと思います。わ、はい、かりました、はい、じゃあそのエルデンリングについて、たくさんご紹介していきたいと思いますが、はい、まずは最新映像をご覧ください。It happened an age ago. But when I recall, I see it true. On a night of wintry fog, the rune of death was stolen.And the demigods began to fall. Starting with Godwin the Golden. Queen Marika was driven to the brink. The shattering ensued, a war that wrought only darkness. The Elden Ring was broken. But by whom? And why?
What could the demigods ever hope to win by warring?Two were the mightiest to remain, and locked horns in combat. But there would be no victor.So, we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elder Lord. Unless, of course, thou shouldst take the crown.ご覧いただいた映像からいろんなストーリーを想像してしまうんですけれども、それでは詳しく説明をお願いいたします。北さん、お願いします。はい、今日はですね、もちろんそのエルデンリング楽しみにしているよという方も、ご覧いただいているかなと思うんですが、もちろんまだまだ知らないという方も多くいらっしゃると思いますので、はい、ゲームの基本部分ですねを紹介していこうと思います。本当にその基本的な部分ですが、まずはそのダークファンタジーのアクション RPG ですよというところですね。でこれはその骨太のアクション RPG であるっていうところと、まあ、困難と達成感、はい、あとはまあ未知の探索とか、うん、あるいはその世界観の作り込みっていう部分ですね。そしてその我々がこれまでこだわってきた部分、それはしっかりと踏襲しつつ、それこそ、ダークソウルシリーズとかブラッドボーンとか、これまでの開発で培ってきたノウハウ、それをこう断然ふんだんと盛り込んで、新しい体験を作ろうというコンセプトで開発しているゲームになります。はい。で今日は、世界観とアクションシステム、まあ、大きく分けてこの2つで説明をしていきます。はい。まず世界観の部分ですね。本作で我々初となるオープンなフィールドっていうのを採用しています。まあ、これまで以上の、スケールのある世界っていうのを提示しています。うん、でその大きな世界でジョージ・ R.R. マーティンさんが作ってくれた神話をベースとしたストーリーっていうのが展開されています。まあ、つまりその世界とかゲームボリューム自体が大きくなっていますし、そこで語られる物語っていうのもより重層的な形になっています。はい。そのフロムソフトウェアのその宮崎さんとの融合っていうのはどうなんですか？はい、そうですね、うん、今回ちょっと変わった形というか、そのゲーム自体のストーリーをマーティンさんに書いていただいているということではなくてですね、このエルデンリングの世界の成り立ちというか、はい、遥か昔の部分、我々は神話っていうふうに呼んでるんですけど、そこを書いていただいています。もともとその宮崎がマーティさんの大ファンっていうところもあって、で彼らもそのダークソウルのことを知ってくださっていてっていうところから話が始まって、今回のコラボレーションにつながったという形ですね。お、楽しみです。そうですね、マーティさんにはその神話の部分は書いていただいたんですけど、あとはもうフロムに任せるよっていうふうに言っていただいていて、彼に書いていただいたその神話から刺激を受けて、自由な発想で宮崎が今回のストーリーを作っているっていう感じですね。もう重厚だなっていう様子が伝わりますね。そうですね、結構今回もこれまで以上にというか、うん、濃いめのタイトルになっているかなと思うんで、はい、その辺はぜひご期待ください。はい。でそのストーリー部分ですね、はい、まあ、すごく簡単に言うと、舞台は狭間の地というところなんですけど、もともと繁栄をしていたんですが、何故かどんどん荒廃していってしまいましたよと。でその狭間の地の外にいるですね、アセビト、まあ、これは今回の主人公なんですが、に、まあ、この狭間の地に行ってですね、エルデンリングの王となるというある種の啓示みたいなものが出て、でそのアセビトは狭間の地に来て、エルデンリングの王になるためにですね、うん、デミゴッドたちに挑んでいく、そういったお話になっています。なので今回もそうですね、これまで以上に
まあ、割とその入りやすい、キャッチーなストーリーが用意されているかなと思います。はい、今までよりも今までみたいにこうなんでしょうね、主人公を何かに巻き込まれていくというよりは、うん、まあ、自分の意思で王になるっていうところで冒険を進めていくっていう感じですね。はい。で、様々なキャラクターが登場するわけですが、うん、まあ、それぞれこうエルデンリングにまつわる群像劇っていうのが展開されていきます。で、今回もですね、まあ、我々のタイトル今までもそうだったんですが、はい、そのプレイヤーさんのプレイ自体がストーリーになっていくっていうところを目指していて、うん、はい、例えばそのムービーでこういうお話だよっていうのをすごく明確に提示するという形よりは、断片的に語って、でユーザーさんにそのストーリーを自分の中で考えていただく、こういうことなのかなって想像していただく余地っていうのは今回もしっかり用意してます。なので、そうですね、そういった部分が好きという方は、まあ、これまで以上にその辺のボリュームもかなり大きくなってるんで、ご期待いただければいいかなと思っております。ダークソウルの花といえば考察っていうところがありましたね。そうですね、たくさん考察いただいている方もいますし、はい、いわゆるそのアイテムのフレーバーテキストとかですよね、まあ、今回そのアイテム自体もダークソウルシーズンかなり多かったりするので、はい。で、一方で、はい、今回その登場人物が結構たくさん出てくるんですね、はい、で、その彼彼女らがその世界を語ってくれるので、これまで以上に今どういう状況なのかっていうのはユーザーさんは捉えやすいかなと思っています。はい、なので、そうしたそのなんでしょうね、自分の中でいろいろ想像する余地っていうのもありつつ、これまで以上に、没入しやすいお話になっているかなと思っています。で、次にマップの構成ですねについてお話しします。先ほど言った通り、今回はそのオープンなフィールドっていうのを採用してますよ、はい、このフィールド、その単に広いっていうわけじゃなくて、まあ、様々な危険に満ちていたり、うん、割とこうバトルシーンが多かったりする我々らしい、フィールドになっています。まあ、こんな感じでいきなりドラゴンが降りてきたりとかすることもありますし、はい、あとはですね、探索しているとこうシームレスにつながる中小規模のダンジョン、それを見つけることがあります。はい、で、そこを攻略できてしまいますよという形で、まあ、探索してるだけでいろんな発見があるよねっていう、まあ、そういうゲーム密度の高い、フィールドっていうのを目指しています。あ、探索して建物に、そうですね、うん、で、シームレスにつながっていて、もちろん、こうした中小規模のダンジョンっていうのは、まあ、地下墓地とか坑道とかいくつか種類があるんですが、はい、基本的には行かなくてもクリアには関係ないんですね。だから行くと、もちろんそこには恐ろしいボスがいて、はい、倒せばいい報酬が待っているという形なので、はい、そうした攻略も楽しめるようになっています。となると走り回りたいですねそうですね、結構そこの体験も楽しんでいただける部分かなと思います。で、そうした中小規模のダンジョンとは別に、オープンなフィールドの対となるですね、我々はレガシーダンジョンと言ってるんですが、はい、大型のダンジョンというのが用意されています。うん、これはそのフィールドとは違ってですね、まあ、複雑で立体的に作られていて、かなり緊張感のある、攻略が楽しめるようになっています。なので、そのフィールドの開放的な、ものと、こういった閉鎖空間での緊張感ある探索、はい、それぞれ違った2つのプレイフィールっていうのを楽しんでいただけるんじゃないかと思っています。外の開放感と違って、本当に見ているだけで緊張感、そうですね、ところがありますね。で、それぞれそのフィールドにしても、レガシーにしても、はい、もちろん一個ずつっていうだけじゃなくて、うん、まあ、我々らしくですね、かなり濃いシチュエーション、さまざまな、うん、マップシチュエーションっていうのが用意されてるんで、たくさんの探索をぜひ楽しんでいただければなと思っています。どれぐらい広いんですか？どれぐらいってこう測って東京ドーム何個分みたいな感じで測ったことはないんですけど、はい、まあ、そうですね、我々としてはかなり、我々のタイトルの中ではダントツで大きい、でかいっていう感じです。今見たスライドの中で もういろんなテイストの場所があって、そうですね、かつそのフィールド自体も結構高低差があったりもしますし、で、ただ広いと探索というか移動が面倒だよねみたいな話もあるとは思うんですが、はい、今回このようなマップを用意していて、発見済みのいわゆるチェックポイントですね、そこにいつでもファーストトラベルができるようになっています、うん、地図から、はい、なので今回その
ゲームの進行自体も結構ユーザーさんの自由に攻略していただきたいと思ってるんですね。なのであんまりそのあっち行って何してこいみたいな強い誘導っていうのはできるだけしないようにしてるんですね。で一方でそれだとまあ迷いやすかったりとかしちゃうよねっていうのがあるので、はい、できるだけそうならないようなシステムっていうのをいくつか用意しているっていう形になってます。で次にアクションとシステムですね。はい。で今回プレイヤーキャラクターなんですが、そこそ直近のセキロだとあの主人公はコテ、オオカミ君を、はい、操作するっていう形だったんですが、今回はダークソウルシリーズのようにですね、ユーザーさん自身が、カスタマイズして、それは外見もそうですが、まあ、装備とかいわゆる能力値とかもそうですね。でこのように例えば剣をどんどん極めていこうっていうような、プレイスタイルを選ぶこともできますし、はい、見慣れたというかこうすごくそうですね、はい、これまでやってきた動作だなと思います。はい、こういった形で、まあ、重い武器を振れるキャラクターを作っていこう、そういう遊び方もできます。はい、あとはそうですね、例えば近接戦闘が苦手だっていう方はこういう感じで弓をどんどん駆使した、キャラクターを作っていくこともできますし、はい、まあ、こちら魔法ですね。今回魔術と、祈祷という概念になってますが、魔法に特化したビルドを作ることもできるという形になっています。でもちろん、本作これは従来通りなんですけども、はい、一つだけいわゆるそのなんでしょうね、キャラのクラスみたいな概念ではないので、それぞれの能力値を上げていけばもちろん剣も、弓も重い武器も魔法も全部極めるっていう、キャラクターを作ることもできるようになっています。北尾さんは最初にプレイされるときは、はい、その今までの剣のスタイルなのか魔法のスタイルどちらにされたんですか？はいはい、僕はいつも直剣なんですね。直剣、はい、ダークソウルシリーズだとも直剣をひたすら、鍛え続けて、まあ、ブラッドボンだとノコギリだったっていう、はい、まあ、今回そのエルデンリング、自分でもプレイしてる中だと本当にいろいろ使う遊び方に変わったなという感じですね。やっぱりそのフィールドがオープンになってるんで、はい、基本的なシステムっていうのはダークソウルシリーズとかなり近しい部分があるんですけども、やっぱりフィールドが違うと遊び方自体が変わってくるっていう感じですね。つまりそのダークソウルシリーズだと、敵と接敵して、うん、それとどう戦うかっていう感じだと思うんですが、はい、フィールドだと、プレイヤーの方が先に敵を発見して、うん、あそこにいるからどうやって攻めていこうかっていうのを考える楽しさもありますし、もちろんそれを攻略する楽しさですよね。まずは弓で何体か倒してから行こうとか、うん、そういう感じで遊び方自体が変わってくるんで、まあ、僕自身もそうですね、弓を今回はたくさん使ってみようとか、魔法を使ってみようとか、そういう形でユーザーさんもそうですね、おそらく遊び方が変わる方も多いんじゃないかと思っています。うん、私もクローズドネットワークテストで剣を振り回してたんですけど、さっきのムービーを見たら、あ、魔法を飛ばしてみるのも一つの攻略でやってみようかなっていう気持ちになりました。ね、特に今回ケレン味のあるというか、はい、過去シリーズよりもですね、派手な魔法というか、そういったものも多く用意されているんで、使ってるだけで楽しいみたいな形になってるんで、今までそうですね、なんでしょうね、近接武器とかだけを使っていた方も、うん、今回魔法もやってみようかという気持ちになっていただけるんじゃないかなと思います。違った体験ができそうです。そうですね、うん、はい。でこれは霊体というものですね。はい、まあ、強敵がいるところとか、まあ、ボスがいるところではこういった形で、自分の 仲間となる霊体というのを呼び出すことができます。まあ、共闘できるという形ですね。で霊体自体も強化することもできますし、あとさまざまな種類がいますので、ここのシチュエーションではこの霊体を呼び出そうという形で、そういう霊体を選ぶ楽しさ、成長させる楽しさっていうのもあるかと思います。結構敵をかき乱してくれてましたね。そうですね、うん、なのでやっぱり特にボス戦とかだといわゆるターゲットを取ってくれるので、難しいところでも結構助かるかなという形です。ただ当然すごく強いわけではないので、はい、最初は助けてくれるんだけど、途中からはもう自分で頑張らなきゃいけないっていう感じですね。はい、そこまで大きく難度が、下がるわけではないんですが、だいぶ助かる存在にはなると思います。で次にステルスですね。はい、
まあ、今回ステルスを用意していまして、しゃがんでいたり、まあ、木陰にいたりとかすると敵から見つかりにくくなってます。なので、まあ、やばい敵がいるなってなったら、そうですね、このように隠れてやり過ごしちゃうこともできますし、まあ、あるいは背後からですね忍び寄って暗殺する、そういったこともできるようになっています。じゃあいろいろ探索していく中で、あ、明らかにちょっと強そうだぞと思ったら、そろそろとこう、そうですね、サイドを避けていって隠れていくことも、できることも、うん、なので、まあ、今回もそのアクション RPG という形にはなっているんですけども、はい、RPG 要素はかなり強くなっていて、でこういった、まあ、霊体もそうですし、まあ、ステルスもいわゆる直接戦闘以外の、攻略手段というのを用意しています。なのでアクションが苦手でだけどちょっと RPG として面白そうだとか、うん、あるいはその世界観が気になるんでやってみたいっていう方も今回は楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。それは嬉しいです。フロムソフトウェアのゲームって聞いただけで、いや難しいんでしょ、はい、って思う人が絶対に多いんですね、はい、そうじゃないよっていうところが、そうですね、うん、なのでこれまで興味あったけどちょっとそれこそ難しいって聞いてたんで、うんうん、ちょっと手が出なかったなっていう方も楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます、うん。あとはそうですね、当然レベルアップのシステムもありますし、まあ、この後話しますがオンラインマルチプレイもあったりするので、はい、まあ、難しいところは誰かに協力してもらって進んでいくっていうこともできるようになっています、はい、で次に特徴的なのがレーバーですね、はい、まあ、馬です。でこのレーバーはですね、ダンジョン内とマルチプレイ中を除いていつでも呼び出すことができます。今みたいに、まあ、指笛ですねを吹くとその場で召喚できるという形になっています、はい、でフィールドもその結構高低差があるんですが、こういった気流に乗って高低差のあるフィールドを気持ちいいですね、はい、実際にそのまま、移動することもできますし、はい、まあ、2段ジャンプができたりとか、まあ、かなり運動性能の高い馬ですね。広いフィールドっていうものをそうですね、ストレスなく駆け回れる、はい、存在になっているかと。でもちろん馬に乗りながらの戦闘っていうのもできるようになっています。馬同士ですか？馬同士ですね。いわゆる騎乗戦闘みたいなのも、はい、馬同士での結構楽しい熱いバトルかなと思ってます、うん、これはそのフィールドにいる大きなこう敵がいた時に、はい、まあ、馬に乗らなくてもいいけれども乗った方が有利だったりすることもありますか？そうですね、結構敵とシチュエーションによっては、馬に乗っていた方が有利に、うん、立ち回れることがあると思います。例えばその狭くて敵がたくさんいるよねっていうところだと従来通り地に足をつけた戦闘っていう方がおそらく有利に立ち回れると思うんですが、まあ、こういったドラゴンとか大型の敵とか、うん、ヒットアンドアウェイが主体になるような敵に対しては馬に乗って戦っていった方が有利に立ち回れるかなと思います、はいはい、で最後はオンラインですね。先ほども軽くお話ししましたが、オンラインマルチプレイができるようになっています。でこれはフィールドでもダンジョンでも、もちろんできます。で種類としてはですね、いわゆる協力プレイですね、一緒に探索してボスを倒すっていう協力プレイと、あとは敵対プレイ、これは侵入も含めてなんですが、他のプレイヤーの他の世界のプレイヤーが自分の世界にやってきて、戦う、そういったマルチプレイが用意されています、はい、あとはこれはダークソウルシーズンのあったいわゆる非同期オンライン要素ですね、他の世界のプレイヤーが書いたメッセージが自分の世界に現れてそれがヒントになって、うん、まあ、たまにこう騙されたりするんですけど、すこの先何々があるぞって、はい、喜んで行ってみたら崖しかないとか、そうそうそう、落下死してしまうみたいな、はい、というものもありますし、うん、あとは、まあ、あれですね、結婚ですよね、はい、他のプレイヤーの死に様が見える、うん、でそれがヒントになるっていうものですね、はい、そういった非同期要素も入っています。でこれもやはり、過去作と同じ要素ではあるんですけども、やっぱり広いフィールドだとだいぶ、感じ方とか遊び方が変わってくるかなと思ってます。やっぱりこんな奥のこんなとこ誰も来なそうだなってところにメッセージがあると嬉しいとか、はい、嬉しいですね、はい、違った感覚で楽しんでいただけるんじゃないかと思います。この広いフィールドでこう一人でソロでやっていてポツンと感をこう感じてしまった時に、はい、ふと足元を見ると他のプレイヤーの足跡というかそのメッセージが残っていて、ね、はい、ちょっと褒めてもらったりとか評価してもらったりとか、そう
とてもあの温かさが好きなんですよね、はい、なので今回もあのぜひいろんなところにメッセージを残していただければと思います。はい、はい、といったところが、本作の簡単な紹介になります。さあここまでたくさんエルデンリングについて伝えてもらいましたが、はい、ここでですね、皆様からいただいたご質問やご要望について、はい、北尾さんにお答えいただきたいと思います。はい、ではここからはアジアの皆さんから事前にいただいたご質問やご要望にお答えしていきます。たくさんの質問届いたみたいですよ。はい、ありがとうございます、うん、本当に全てのご質問にはお答えできないという点、皆様のご了承どうぞよろしくお願いいたします。では最初の質問から参りましょう。まずはエルデンリングにも周回要素はありますかという質問。確かに気になります。はい、周回要素は従来通りありますね、うん、要は自分のキャラクターのデータを引き継い で、はい、で敵が強くなるっていうものですね。こちらは従来通りございます。オープンワールドで広いのに周回もできちゃうんですか。はい、そうですね、その1周目だけの体験というか、うん、かなり広いの で、はい、で全部を体験しなくてもクリアできるような作りになっているんですね。なのでそれこそ最初から全部回っていただいてもいいですし、うん、2周目で、別のところを回ってみようっていうような遊び方もできるようになっています。1周目の時点で 100% 回ることは、はい、100% っていうのは、はい、まあ、いわゆるちょっと最後の方の分岐があるので正確には 100% にはならないはずです、ね。はい、ではこうプレイスタイルを剣メインだったところを魔法メインに変えてみたりとか、ね、またそのアイテムの引き継ぎがあったりして、はい、より違った楽しみ方がそうですね、特にそのアイテムの引き継ぎがあるんで、これはまあ従来、うん、自分もそうでしたが、はい、1周目で手に入れた武器だけど使わなかった、はい、でも気になってるっていうのを2周目から使っていくとか、うん、そういった楽しみ方もできるようになっています。敵が強くなったりとかは、はい、敵も強くなります、ね、なるんですね、はい、やっぱりどんどん強くなっていきますね、周回を重ねるごとに。わかりました、はい、さあ続いては製品版では時間や天気に応じて違う配置になりますかというものです。はい、敵の配置自体は、大きくては変わりません、はい、なんですが、それはですね、例えば全部の時間帯で敵が変わるっていう風な作り方にしてしまうと、うん、全部の時間帯でプレイしなきゃっていう形に気になってしまう方も多いと思うんでそれはストレスだよねってことで、はい、あえてやってません。夜の時間帯だけ登場する敵っていうのは、まあ、ごく少数ですが用意されてますね。あとは時間と天候で遊び方自体がちょっと変わってくる部分があって、うん、例えば夜とか、はい、あとは激しい雨が降っていると敵の視界が悪くなるんですね。なのでよりステルスしやすくなるというか敵に気づかれにくくなるんで、そういった部分の違いっていうのはあります。今回そのチェックポイントである祝福で時間帯自体は変えられるんで、はい、まあ、例えばその割と夜敵陣を襲おうっていう時はそこで時間帯を夜に変えてから、はい、攻め込むっていうのも一つの攻略かなと思います。なるほど、夜の奇襲というのが効くわけですね。はい、へえ、じゃあ自分にとって有利な状況をしっかりと考えていくことができるというわけですね。はい、あとはその、まあ、景観の違いみたいなところですかね、はい、当然その夕日が綺麗だなとか、そういった感じでかなり広い世界なんですけども、時間帯や天候の違いによって割とこう顔つき自体は変わってくるので、そういった部分もぜひ楽しんでほしいですね。はい、続いてはワールドマップは最初から自由に移動できますか？エリアにいるボスを倒さないと新しいエリアには行けないということでしょうか、はい、という質問です。そうですね、本作、まあ、いくつかのエリアがあるっていうのは先ほどお伝えした通りで、最初のエリアはですねクローズドネットワークと同様に、リムグレイブという地ですね、うん、そこから始まります。でそこから全部のエリアに最初から行けるというわけではないんですが、はい、いくつかのエリアには直接行くことができます。それはスタート地点から遠くなれば遠くなるほど難易度、そうですね、なので当然その後で、はい、行く方が適したエリアにはなっているんで、間違えて行っちゃってボコボコになって戻ってくるとかそういったことはあるかなと思います。腕に自信のある方は遠出しても全然大丈夫と。そうですね、なので基本的にはやっぱり攻略をできるだけ自由に楽しめる、攻略順自体も自由に楽しめるようには作られています。はい、
で、クローズドネットワークテストですと、リムグレーブからストームビルっていうレガシーダンジョンがあって、はい、という形になっていましたが、あのストームビル自体もですね、でまあ、そこにあのマルギットというボスがいたと思うんですが、うん、はい、あそこをスルーして次のエリアに行くっていうこともできるようになっています。いけたんですか？はい、製品版ではですけどね。なのでちょっとここは苦手だから別のところ行ってレベルを上げてからまた戻ってこようとか、そういうこともできるようになっています。うん、じゃあ必ずしもこれをしないと次に行けないわけではないと。あ、そうですね。いうわけですね。はい。わかりました。続いては、エルデンリングのイベントシーンはどのぐらいありますか？セキロみたいに多かったらいいんですが、てんてんてん。はい。おそらくですね、セキロ自体も、ムービー自体はそんなになかったんで、はい、いわゆるボスバトルの時にムービーが入るっていう形だったんで、うん、おそらくその、プレイヤーと NPC の会話のことだと思うんですが、そこはそうですね、かなり今回、NPC 自体が多いですし、あとは、円卓というですね、まあ、拠点みたいな場所があるんですけど、はい、そこにこう NPC が何人か集まってるんですね。うん、まあ、そういった場所もあったりして、そこでの会話、まあ、もちろんそれはゲームストーリーに関わる話なんですが、自体は楽しんでいただけると思います。うん、なので、セキロぐらいっていうところをご期待いただけるんであれば、今回も満足いただけるんじゃないかなと思ってます。おそらくこの質問をされた方は、その考察するよりも教えてほしいんだっていう部分がちょっとあるのかなって思いました。はい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 、そうですね。うん、ここも、やはり先ほどお伝えした通り、NPC 自体が、やっぱりそのエルデンリングに関わってたりとか、うん、していますので、やっぱりその、実際にテキストで、紹介されるよりも、うん、実際にやっぱキャラクターのセリフで提示された方がより分かりやすくなるんじゃないかなと思います。より知りたい方はもっとこう宮崎さんの魅力を見たいんだっていう方は、はい、もうアイテム一つ一つ、そうですね、膨大な量があるんですよね、アイテムも、はい、そのフレーバーテキストを読んでさらに世界観を詳しく知ることも、はい、ということですね。続いてはプレイステーション5版はプレイステーション5のコントローラーの振動機能はありますか？はい、PS5 ではですね、基本的に、コントローラーの振動機能、ハプティックフィードバックですね、はい、のみに対応しています。あの 3D 音響とかその辺は、うん、対応していないんですが、ハプティックフィードバックだけは対応しています。わ、はい、かりました、はい、続いてクリアするまでの時間は、はい、ズバリ何時間かかりますか？これはあのプレイヤーさんによってやっぱり大きく変わってくると思うんですけど、うん、我々が今目指しているところで言うと、いわゆるメインルートだけであれば30時間ぐらいに抑えたいというふうに考えています。これはそのゲーム自体は膨大で、遊ぼうと思ったらもっと何十時間も遊べるんですけども、まあそうですね、メインルートだけであれば それぐらいで抑えられるようにはしたいなと思っています。うん、はい、そこからもういろんな探索をしたり寄り道をして、はい、またさらに周回という部分も加わってくると、ね、人によってもっと膨大になるということですね。はい、もちろん1周目からもそのたくさん回って、はい、行けばもっともっと長い時間遊んでいただくこともできるっていう形ですね。うん、なんだかこう聞いていると結構ストレスないようにっていうところをかなり重点に考えられてますね。はい、基本的にやっぱりかなり広い、世界が広いっていう部分で、うん、そこの面白い部分もあるし、ストレスになってしまう部分も大きくあるとは思っているので、はい、できるだけそこを潰すっていうのはかなり心がけてやっている部分ですね。うん、確かに戦闘だって難しいのに、はい、ね、その他にストレスあったらちょっとそうですね、敵は歯応えある分、はい、例えば今回、自分が死んでしまったら、まあ、自分の稼いだ、いわゆる経験値ですね、はい、うん、過去作でいうソウルであって、まあ、今回のルーンというものですが、その場に置かれてしまうっていうのがあって、でそこから死んでしまってチェックポイントまで戻ってまたそれを回収しに行かなきゃいけないと、結構フィールドがやっぱり広いんでストレスになってしまうよねっていうのがあって、まあ、今回はそのいわゆる難所ですね、うん、敵がたくさんいたり強い敵がいるところにはいわゆるリトライポイントみたいなものが用意されてますので、死んでしまったらそのすぐ近くで復活するっていうことが選択できるようになっています。うん、この辺もそうですね、その広いフィールドに合わせてできるだけストレスを減らそうというところからの、実装したシステムになっています。わかりました。はい、続いてはネットワークテスト版と製品版ではどのような違いがありますか？はい、
細かい部分で言うと、まあ、かなり様々変わっていますね。実際にそのテキストアイテムのフレーバーテキストとかも仮なものも結構あったんで、はい、そういった部分も変わってきますし、敵の配置もいくつか変わったりします。あと NPC とかですね、ネットワークテストにはいなかったけど製品版にいる NPC でも当然いますし、ただゲームの基礎部分自体は、基本的にはクローズドネットワークテストには全部入っているっていう感じですね。それはつまりその、レベルアップができて、はい、広いフィールドがあって、はい、そこからシームレスにつながる中小規模のダンジョンがあって、その先にレガシーダンジョンがあるっていう部分、そこ自体は大きく変わりません。まあ、馬に乗れる部分もそうですね、はい、あとは何でしょうね、まあ、例えば本当に細かいところだと当然その、製品版では自分のプレイヤーキャラクターっていうのを自分で外見も含めてカスタマイズすることができるようになってます。はい、はい、クローズドネットワークテストだけでももう本当にうわ広いなって思ったんですけれども、はい、あれでももう何倍もあるわけですよね。そうですね、リムグレーム自体も、はい、まあ、途中でこう白い壁みたいのが出てていけないようになったと思うんですけど、はい、先ももちろんありますし、うん、より広い世界が待っているのでぜひご期待いただければっていう感じですね。ではネットワークテスト参加いただいた方 も、はい、もうまた一から、はいはい、いろんなところの違い感じながらもっと広い世界楽しんでほしいですね、はい、続いては今まで積み上げてきたレベルデザインの文法をエルデンリングにて改変することにはかなりの努力が必要だったのではないでしょうか、はい、というものです。そうですね、ダンジョン特にレガシーダンジョンとかに関しては基本的にはこれまでのアクション RPG の文法っていうところで作られています。はい、だからもちろんその今回ジャンプアクションが入ってるんで、それに合わせたレベルデザインにはなってるんですけども、ダンジョン内も含めて、はい、まあ、一番やっぱりそのオープンなフィールドの部分ですよね。ここは我々としても初のチャレンジだったので、うん、やはり苦戦というか試行錯誤をしながら作っていった感じですね。で一番大きいのはやっぱり開発当初はですね、はい、最初の段階だとフィールドは割と平坦というかシンプルにしてしまって、でダンジョン部分を立体的に作り込もうっていう感じでスタートはしたんですけども、やっぱり作っていくとこれはもう開発者がそういうゲームが好きだからっていう話だと思うんですが、うん、どんどんフィールド自体もですね平坦ではなくて割とこう立体的な高低差のあるレベルデザインになっていきましたね。はい、それ自体はそれによってゲーム自体が面白くなったかなと思うので、うん、はい、今までになかったことですよね。そうですね、うん、なのでそういった、まあ、地形もそうですし、はい、あとはそのかなり広いわけじゃないですか、うん、でそうすると暇になってしまってもいけませんし、逆にたくさん敵だけいっぱい置いて戦闘をたくさんしなきゃいけないっていうのも、うん、それはそれでストレスなので、確かに、ユーザーさんが飽きずにかつストレスのない体験っていうのを楽しめる、まあ、敵配置であったり、はい、まあ、アイテムとかの配置もそうですよね、まあ、イベントとかの配置とかっていうのはかなり最後の方までやっている調整ですね。絶妙なバランスですね、それって、まあ、すごく難しいところではあるんですけど、はいはい、やっと落ち着いたかなという感じですね。続いてはホイッスルで霊馬を呼べる、はい、山を登るといったゲーム性に大きく関わる内容を実装した理由を教えてください。はい、アクションが本当に増えましたね。馬ですね、一番、まあ、うん、大きな違いっていうところだとは思うんですけども、はい、大きく2つ理由はありまして、1つはやっぱりそのファンタジー世界で冒険、広い世界を冒険しようっていう時にやっぱり馬だよねと、うん、馬に乗って、大地を駆け回りたいよねっていうところ、いわゆるまあ世界観の部分ですね、はい、が1つで、もう1つはやっぱりその広いフィールドっていうのをストレスなく快適に移動するための移動手段ですねとして用意したという感じですね。でここもやっぱりできるだけストレスをなくそうということで、うん、馬だけど二段ジャンプできちゃうとか、できますね、はい、呼んだらすぐその場で召喚できると、はい、そういった形にどんどんなっていきましたね。はい、私はネットワークテストプレイして気流に乗る瞬間すごく楽しかったです。はい、あそこはそうですね、やっぱ気持ちいいですね、うん、やっぱりそのフィールドがせっかく高低差がある、作りなので、はい、そこを直接上に何かありそうだ行ってみたいっていう時に、うん、行けたら楽しいよねっていう感じで実装されたシステムですね。
こう細いところ行ってここ何があるのかなって思ったらその気流があって、はい、ああこんなところに繋がっているんだっていう喜びがあったりそうです、ね、しましたね。あの気流自体は、当然いくつか限定された場所なんですけど、はい、比較的多く用意されているんで、うん、はい、ご期待くださいと。わかりました。ここまでこういう風にしていますとか、はい、こういったフィードバックを受けてこうなるように頑張っていますというお話いただいたんですけど、ズバリ開発は順調ですか、はい、という質問です。そうですね、エルデンリングはもともと1月発売とアナウンスをさせていただいたんですが、はい、2月に一度、発売日を延期させていただいてます。で今回は、2月25日の発売っていうのは間違いなく問題なく、進められています、うん、で今はですねもうマスターアップもして、まあ、よりゲームを快適にしたりとか楽しめるようにいわゆるデイワンパッチですねの開発を進めているところです、うん、はい、わかりました。以上、質問コーナーはここまでとなります。たくさんお答えいただいたので、アジアの皆様にもご満足いただけたのではないでしょうか。さあ、発売に向けて皆様の期待もますます高まっているかと思いますが、改めてこのエルデンリングは2月25日の発売となっています。世界同日発売なんですね。はい、対応するプラットフォームは、プレイステーション4、プレイステーション5、Xbox One、Xbox シリーズ X、 そして PC となります。ジャンルはアクション RPG となっております。そして通常版以外でもコレクターズエディションも販売予定です。なおコレクターズエディションはプレイステーション5、プレイステーション4版のみの販売となります。同梱内容はこちらです。エルデンリングゲームソフト、ミケラの刃、マレニア、スタチュー、アートブック、デジタルサウンドトラック、そしてスチールブックです。このミケラの刃、マレニア、スタチューというのが23センチ、はい、結構大きいですよ。こちらに置いてあるやつですね。これですね、はい、かなり細部まで作り込まれているように。そうですね、うちのデザイナーも監修させていただいてます、はい、はい、ぜひお手元にて楽しんでいただければと思います。また早めにご予約ご購入の方にはまず本作の舞台となる狭間の地での冒険に役立つ情報を収録したアドベンチャーガイド、そしてゲーム内で使用できるジェスチャー、リングのポーズをお付けします。ぜひお早めにご予約ください。詳細な製品情報や特典情報に関しましてはバンダイナムコエンターテインメントのホームページをご確認ください。はい、というわけで本日はここまでとなります。北尾さん、はい、最後にアジアのファンの皆様に向けて一言お願いします。そうですね、エルデンリングは我々にとっても結構新しい様々なチャレンジをしたゲームなんですけども、まあそのプレイする、価値のあるゲームになったかなと思っておりますので、ぜひご期待いただければなと。で、そうですね、ぜひ楽しんでいただければと思ってます。ありがとうございました。本日はご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse.
brandish the Elden Ring.